コロン軍、米と阿蘇の塚回り古墳と玄右衛門山古墳、大安寺山古墳、茶山古墳、茶山古墳は見れるかな、長山古墳、これが修塚でございます。修塚古墳、前方後円墳、60メートルだったかな。豊墳の方がちょっとね、もう土がなくなってますからね。以上来てますが、これか、これが梅鳥でございますか。いやー、梅鳥けど何も書いてないで分からへんね。梅鳥は梅鳥でございます、これね。これも前方後円墳になってるのかな。あ、墳頂上がってきましたけど、どうなんですか、形状は。形状はこれ円墳でございますね。円墳でございましたか。円墳でございますね、間違いなく。ね、全長が800メートルぐらいあるんだけど、その中の35メートルいるとね、天だ天。ああ、ここは歩いてないな。ちょうど反対側になるからね、あれの速度に比べたらね、これは歩いてない、ここは。中を歩いてるから一本ね、書いてないね。玄右衛門古墳、玄右衛門、玄右衛門山古墳、高さが10メートル未満、円墳でおそらく34メーター。ほら、看板が立ってました、これ。さっきは立ってなかったのにね、高さ 5.4 メーター。あらあら、これをなさ、ここ、これ塚回りで、これ玄右衛門古墳、これね、玄右衛門古墳でございます。5世紀の中頃、古墳の規模は直径が34メーター、高さ 5.4 メーター、5が深さ 1.8 メーター、5があったの2半で、現在時刻ね。なるほど。ということは、長山古墳に茶山古墳、これ大安寺古墳、これがちょっと長いから見られへんねんな、この横やから。入られへんの、どっち行く、あっから出て、はい、なるも、これから向こう行って、釜を立ててくれたら分かったけどね。4メーター円墳でございますね。次の古墳見ましょうか。円墳の56メーター、これ円墳かね、56メーター、56メーターにしよう、ちょっとね、くっついてるかわからんが、あそこに何か看板あるな。ここに看板ある、これ
これ大安島古墳、直径62メーター、直径62メーター、高さ 9.7メーター、円方5世紀中頃今現在地やから、これは見えてしまうな。それでこれはやっぱりだ、これは分からんね。これはそういうことよ。もう一個西に行ったらね、西に行ったら茶山古墳が見えるな。今の62メーター、大山島古墳やったのかな。これがそう、大山島古墳。ああ、これがそうやわ。茶山古墳。ちょうど、古墳の真後ろやね。なるほど。ここから離れたところにあんねやわ、これ二つな。これとこれ、これね。茶山古墳。円墳で56メーター。回っとるけど分かってないね。これはそうやろうけど、あ、上から見なんて分からんわ。これ円墳で56メーター、高さが高いね。9.3メーター、結構あるね。でもっと先やった、あの中間は、あれが中間やから。56メーターの高さが 9.6 メーターだっけ。すごいね。あれが長山古墳なのかな。長山古墳、長山古墳はね、100メーターほどあったの。前方公園古墳100メーターほどある。これも倍長でございます。おお、これとんの忘れた。はい、ここに仁徳天皇陵古墳でございます。これが長山古墳でございます。長山古墳、長山古墳はこれね、これ、長山古墳100メーター前方後円墳でございます。次ね、丸穂山古墳、それで行ってみましょうか。丸穂山古墳、丸穂山古墳、これホタテ、これで分かるやろ。これこれこれ現在地、現在地、長屋、これやな。丸穂山古墳と駒山塚古墳、この横じゃねえな。それちょっと行ってみよう。丸山古墳、全部数年前やったかね、こう工事やってたけどね、中ね。記憶曖昧やな。これやったかな、外やってたかね。なんか工事やってたね。雰囲気は残ってんだ。丸穂山古墳、看板が。墳長が87メーター。後円墳60メーター。高さが98メーター。後円墳だけが残ってるね。長山古墳でな、100メーターの。あれを見たときここ回ってね。道が狭いもんでね、駐車場がないで大変なんですよ。
今は駐車場があっちもできたんだけどね。ここにおんねや。はいはい、ここにいました。ジャンコでございました。ねえ、サビやかがわからへん。あ、これで石もあったんだよ。はい、小山塚古墳、小山塚古墳。入れないですか。入れそうで入れないか。松の木が一本。これ英文、英文じゃないかね。これ英語ちゃうの。これが雲山塚古墳。英語ホタテ型だけどわからんの。これじゃ 現存が33メーター、高さ4メーター。ということはなくなってますか。ああ、こういうことね。今ここおるからわからんのやな。こっちにこうあったかもしれない。雰囲気はこうあって、こっちにね、こうやったかもしれんな。ホタテ描き方でね、こんな感じ。今残ったのは英墳だけしか残ってない。雲山塚古墳。はい、ありがとうございました。周り住宅になってますからね。そこ入れるかね。今どこのかね、現在地。あ、ここね、横にね、ぐるっと回らなかねな。くるっとな。え、日の谷古墳。日の谷でもなるで。日の谷古墳。じゃあ反対側なんだよな、日の谷古墳が。そっち見てみようか。これがそうでございますか。日の谷古墳。英墳、英墳、直径47メートル、高さ28メーター、5世紀中頃。どれだろう。この辺だぞ。わからんね、これ英墳かどうかも。はい、これですか。わからないね、英墳が。あ、これ、これは仁徳天皇陵の看板でしたか。あらあら、現在地。あ、わからないですな。この後はもう、向こう行かなしゃあないかな。ここでございますね。あ、看板ありますよ。これこれ、これでございます。方法が少ないけどね、方法が。何個しかないんだけどね。これ方法じゃない。おお、これいいわね、これは。おお、入れんの？入れないか。道神山号、現在地。方法、一辺26メートル、高さ 5.4 メートル。中小の方法、発掘、円筒半島とか出ましたか。入りませんか。残念でございましたね。ちょうど見え、ちょうどね、鉄線張ってるの見えないね。
ああ、なるほど、方法やね、はい、方法、はい、わかりました、方法でございます。方法でございます。ここから入れんの。ああ、入ったらいけませんか、はい、わかりました。もう、こないしょ感じがね。貝塚もみんな宮内庁管理になってますか。これはね、ちゃんと分かってたんやけどね、反対を見て、あっちに踏み切りの方から見るからね、ちゃんと見れてないかもしれんな、これ。あのさ、あともう一機ね、これ、菊山古墳。あ、さっき聞いたやつやね。これ、円墳やったかな。円墳で30メーター、高さ5メーター。円墳でございますか。クジラのもあったわ。これ、あとこれ乗ってないからね。ここに乗ってないとどういうことでございましょうかね。ほら、見れますよ、これ。中には鉄線貼ってあるから入られへんけど。鉄線が見えないからね。さっき、入ろうと思ったらね。入れなんだね。円墳。円墳。ちょっとね、いびつになっとるけど、円墳。はい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 。円墳と言われば円墳やで、方墳と言われば方墳やし。これは方墳の形です。形してるね。はい、菊山古墳でございました。周りは回らないね、ここね。これ全長どれなんだかな。全長61メーター。高さも7、8メーターね。こういう感じだね。こう行ってこっちが公園部。笹山古墳、全長が61メーター。もうちょっとあれどんな感じするんだけど、61メーターかね。高さが10メーター見ますよ、古墳。全長61メーター。こういうもんだから2メーター、2メーターじゃないだろ、あれ。2メーターじゃないけど、ちょっとおかしいね。現在地こんな感じか。倍長。綺麗な看板を作ってくれてありますから、ありがとうございます。孫太夫山古墳、現在地。なぜな、なぜ、これでいいよ、なぜ斜めだったらな。墳中が65メーター。5世紀の中頃。ね、はい、ありがとうございます。ちょっとね、見てみましょうか。看板が入れに来たくなかったんだな、何にも。65メーターやから、
JR 浜線あれや三国丘かな。昔、天王寺三国丘がよく乗ったね。それに寮があったんでね。お、なんか古墳がありますね。これ行きましょう。これがね、これが目当ての古墳じゃなかったらがっかりするんだけどね。ずいぶん歩いてきたんでね。鏡塚古墳、わあ、合ってました合ってました、鏡塚古墳。5世紀中頃、円墳。墳丘が26メートル、高さが 2.5 メートル。これ 2.5 メートル、これ合うわね。さっきの2メートルおかしかったんだけどね。仁徳天皇陵とほぼ同一に。これも、倍塚でええんかね。倍塚書いてあるわ。書いてないね。あ、倍塚食べたら、はい、これも倍塚だそうです。はい。これちょっと長いんで、こっちから。あの、円墳になってないんだけど。もう完全な、これ、方墳になっとんだけど。ああ、そう見たらなんかね、円墳の形に残ってるか。言われれば。なんとなく円墳や、なんとなく円墳でございます。ほら、墳地上がってきましたけど、はい、ああ、円墳、はい、間違いない、円墳でございました。鏡塚古墳、これも倍長でございます。浜線が動いてるからね、ずーっとね、歩いてきたんですよ、長いこと。一瞬回ってきたけど、これ。鏡塚古墳、1961年頃、南東から。その頃からほとんどなかったんやね、墳丘がね。はい、こう、あとね、修塚と長塚古墳かな、あと2個、あと2基。2機見らないか。大変なんだけど。あと2機。あら、また1からかね。これ見た感じ、なんだこの古墳は。これは円墳か。大きな円墳やけど、前方後円墳なんだかね。中塚古墳。あら、前方後円墳だ。これがね、全然見て回られへんねんな、全部住宅で。こっちだけか。106メートルもあるの。すごいね。後円墳で 59.4 メートル。後円墳高が 9.2 メートル。おー、大きいね。一番大きいんか？一番大きいかもしれんね。倍長では。入られへんな。高っ。入れませんからね、残念。いや、中入れんだな、前も来たんだけど。なんか、これが一番おそらくね、大きいやろうね、倍長では。106メーター。公園部だけでも、まあ、公園部だけでもね、59.4 メーター、高さが 9.2 メーター。これ高いわ。
こんなか。こんなかね。昭和6年ですよ、これ。昭和6年ですよ、これ。ね。仁徳天皇陵御陵。昭和6年の石碑でございます。中山古墳。え、中山古墳？中山古墳、ちょっとおかしいぞ。史跡中山古墳。いやいや、中山古墳、中塚古墳に変わったんやって。ね、間違いなく。はい、梅朝最後。梅朝最後でございます、これがね。前方後円墳、多いね、前方後円墳が。これ、おさむずかとかね。ああ、甲府の方はもう、ないんだ。甲府が残ってないんですね。はい、これがおさむずか。5世紀ね。墳長が59メーター。後円部が 4.2 メーター。前方後円墳、ああこんな感じになってるんだね、残ってるのは。横はこうなってますか。なんか上入りそうやけどね、ロープ張ってあるし、やめとこうか。こっちの方に方墳があったみたいだけどね、方墳がなくなってますわ。はい、おさむずかでございました。ありがとうございました。ああ、全部回ったんだけどね。一機だけ、もうやめとくね、向こうのね。100メーター一機あんだけど。あれだけね、途中で撮ったやつでも感じしてもらおう。もう2時間以上歩いてる。そうそう、そらそうと、仁徳天皇陵を撮ってないからね、仁徳さんの。ね、ハイレージョー、レイヤージョー行ってちょっとね、最後外撮っとくか、それで、ね、最後外撮りましょう。あ、寝てますか。寝てはりますか。ここはみんな寝とるんかよ、これ、これ。あら、寝てはりますか。寝とるけど、あんたらそんな寝とって大丈夫かいね。なあ、何もおらんの外敵は。寝てはりますか。はいはい、わかりました。ほら、猫おる。にゃんこさん、あと50メーターですか。にゃんこさん、はい、何こよ。なんか物言いなはれ、物言いなはれ。なんかくれんの？なんもないやろ。なんかここで餌くれんのやろな。さっき白黒の猫も、猫見たな、さっきな。えら懐いといたけど、さっき。じゃあ航空写真から見てみましょうか。今日回ったやつを、あのモニュメントじゃわからんな、これで。仁徳天皇陵古墳、わかるかね。わかるね。ね、
こっちが入ってへんな。これ、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 全部わかるね。はい、全部回りました。台帳全部回って、13ギガ、2ギガ、3ギガあったかな。大変、3時間かかります、3時間。眺めて回ってるとね。はい、そんなんでございます。はい、最後にじゃあ、仁徳天皇陵の古墳をね、見て、ちょっとご挨拶して帰りましょうか。ちょっとお回りしておきましょう。はい、ありがとうございます。仁徳天皇陵古墳でございます。今修学旅行みたいね。これが30ホールでございます。約400メートルですね、古墳の方がね。で、墳長が455メーターとか485メーターとかいろいろ言われてるけど、ね、500メーターの長さやけど。はい、これがそうですね、仁徳天皇陵。もう耳原の陵です。はい、ここは何か入れてくれるらしいですね。これは20やから、もう一個か、もう一個号があるんやね。中入れるらしいんですよね。残念ですね。見れるのはここからだけなんですよ。墳丘が見れるのはね、ここからだけなんですよ。これがね、70年ほど前はね、まだみんな中入ったらしいんだけどね、入ってたらしいんだけどね。この砲墳の手前からね、ね、石図が見えて石棺が落ちてきたらしいけどね。昭和の時代ぐらいって言ってたけど、ね、どうなんでしょうね。はい、ありがとうございました。あんたやかましいそこでさっきからあ、やかましいカラスさんや。そんなにカラスやかましいんやけどね。はい、はいはい、わかりました。はい、じゃあ帰りましょう。ありがとうございました。仁徳天皇陵の梅塚を回ろうでした。全部回ったけどね、3時間以上かかりましたよ。はい、ありがとうございました。クタクタ。